さあしっかり触れ。もっと足近くがいいな。近く、ちょっと足遠いな。回収、もっと足近く。お、さっきよりちょっと近くなったじゃん。あ、こっち遠いな。小川も肩引くな、肩。はい、小川。小川、つながりだ、つながり。外から外乗り換える感じ、もっと出さないと。はい、フリー。はい、体伸ばすな。もっと足首だな、外足首。よいしょ。足首しっかりね、前入れて。肩引くなよ、あと肩。はい、回収。押してポン。ポン。そう、手でしっかり外突き押す。そう、ギュン押して、ギュン。そう、もっと高い位置からギュン。よっしゃい、やった、石中ピーヤ。さあ肩引くな。このやっぱ左足が入るとき肩引くな。はい、小川。はい、もっと動き出して、もっと動き出して、しっかり。軽井沢とかで、軽井沢って寒いのにリュアンとか持ってるんですよ。めっちゃ硬くなって、やばいです。そういうところで露出使ったことあるんですけど、大将、お尻をね、切り替えの時にしっかり高い位置戻してくることね。やっぱりね、この切り替えの時にお尻が下がっちゃうと全部トップが使えなくなるからな。こうギュッて踏んで高い位置戻して、そう、叩くだけじゃなくてしっかりお尻上げて叩くんやぞ。そう、ギュー、ちょっとタイミングがな、合ってきたらもうちょっとスムーズないけどな。ジン、次の外足と一緒に肩出していってもいいかもな、少し。まあ足元肩だけどな。ちょっと板、足元からだけど、その体が置いてかれないようにリードしていくっていうのがあってもいいかもしれない。ジン、ジン、小笠か。さあ、しっかり肩落とす、打ち方落とすよ。僕の一本目。
さあ、腰浮かせ。板踏んで、帰ってきたハンドル板だけ。沈み込んで、立ち上がりポン。ぐー。立ち上がりと同時ポン。そう。ちょっと止まっちゃうか。そう。そうだな。まずちょっとプッシュに流されてるな。はい、ハート一本目。行くな。行くな。そう。よし。右じゃなくて左足対策か。がちょっとね、飛んじゃうからな。そこだけ注意だろ。はい、回収一歩目。よし。回収一回一回ね、高いとこ作る。あともうちょっと外手でしっかりとスキー板に対してプレス、体重乗せていくようなイメージでいくんだよ。あおー。はい。うわー、2本目。上で取れ。そう。上でだいぶタイミング取れるようになってきたんちゃう？やべ、またガス来た。はい、11号、2本目。上だ。はい、上で、ここ。ここ引いて、はい、ここ引け、そう、引いて、そう、ゲートの上で必ず体重乗せてからアタックしてこい。そうだ、こうすると後半絶対ナイトしていかないかな。消えてくー。はい、ハヤト、3本目。うん、動き止めんな、上、ゲートの上。はい、引けてない、左足外側。骨盤動いてないぞ。はい、回収。そう。さあ、手をしっかりと使うっていうことがね、この一本テーマだね。そう。手でギューン、そう。ギューン、そう。そうだ。そうやって手をしっかり使ってあげると全然ほら滑りね違うよな。乗り味が上手くなったじゃん。回収。うわ、そして消えてく。はい、にしろ。さあ、開かないよ。ゲートの上でしっかり使うね。力かけて、あい、はい、ヘド離すな。ほら、今みたいにゲートの上でほら、待ってちゃダメなんだよ。回収。よし。はい、手しっかり使って。ほら。よし。もっと低く。ハヤト。ほら、こっち、ケツ回って入ってるやないか。パンチガードないかな。回収。よし。右手もう少し低くしたいな。ギューンって。ギューンって踏み込む時の右手の位置がちょっとまだ高いよ。回収。よし。あ、近い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 。そう。動け。よし。いいじゃん。変わってきたね。はい、じゃあ。さあ、ゲートの上。しっかり浮かせ。はい、上。はい、ハイド。
そう。引け。そう。よし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 。いいんちゃう？もっと強くだ。はい。ラスト。ハヤト。そう。左足の方しっかり引いて入るな。どうだ。だいぶ安定してきたじゃん。はい。ラスト。相手しっかり低く使って。そう。一旦一旦しっかり外スキー乗せていくぞ。オーケー。もっと強くだ。